ハノーバリアンハウンドハノーバリアンハウンドとは、ドイツ原産のセントハウンド犬種である。犬種名がよく似ている、同国原産のババリアンハウンドは、本種の派生犬種である。1800年代頃に、ハノーファー地方の狩猟場の万人によって作出された、セントハウンドで、重量級だが、それほど大きすぎず、嗅覚と、 力強さの優れた犬種を目指して作られ、ブラッドハウンドなどを交配させて完成した犬種である。傷を負った獲物の匂いを追跡することが得意であるが、普通の獲物の匂いを追跡することができる。主に鹿や、イノシシなどの大型獣の量に使われ、1回の量で1から2頭のハノーバリアンが使われる。それは、長いリードにつながれて、獲物の匂いを追跡し、ターゲットを発見すると、 リードが外され、放たれる。ハノーバリアンは、臆することなく、獲物に飛びかかり、吠えたり髪止めを行って戦い、仕留める。元から希少種で、数が少なく、しっかりとした管理が行われていたために度の世界大戦の戦果を受けることはなく、頭数が減少することもなかった。なお、本種は、ほとんどが、ドイツ国内の狩場管理人か、森林警備員に買われているため、 ペットや消毒区として飼育されているものはかなり珍しい。そのため、原産地外での知名度は低いが、不思議に公認犬種として登録されているため皆無というわけではない。また、知名度の向上をも兼ねて、麻薬探知犬として使うように訓練を行う計画も存在する。非常にがっしりとした重量級の犬種である。頭は大きく、銅は 長いがやや短足である。しかし、足も筋肉質で太いためしっかり体を支えられ、とても抱っこできるような体重でもないため高天性のヘルニアにはかかりにくい。垂れ耳太いたレオデコートは、スムースコート、毛色は、セーブルやブリンドル、ブラックがかった茶色など。体高50から60センチメートル、体重38から44キログラムの大型犬。 性格はおとなしく従順。家族に対しても他の犬に対しても、有効的でまなな酒深い。両犬としては勇敢で、非常に粘り強い。知的で頭の良い犬種で、量のことだけでなく、普通のしつけの飲み込みも早い。性格面も健康面も良いため家庭犬としても、優秀ではあるのだが、ペットとして、あまり飼育されていないのは、やはり4 0ラムを超える体重がネックとなって、 いるからである。たっぷりとした運動や他の犬との交流も必要である。ありがとうございます。